怖い。ねえ、やばい。本当にやめて。車、アホみたいに揺れて。いか。引きましょうか。今日あのね、まあ動画別にやってると思うんですけど、あの前回、今日の午後一はちょまつげくちゃくちゃでした。ふざけてるからだよ。午後一に、現場のその問題、もう塗り替え道場っては社会問題ですよ。お客様に満足度を上げようというのにゴミが散らかっとる。プランナーがしっかり、わざわざ後でチェックしに来なかった。人件費の無駄。お客様の満足度の無駄。で、まあ今日、もう一人、タケってね、やつがおるんだわ。最近入ったやつ。そいつがまあ一番物損がちょっと多かったなとかいろんな問題が起きとって、まあそのチェックがあってら、まあ、どれだけ足場の解体できれいに掃除してるかをチェックしに行こうと思ってます。で、まあ俺もさっき電話して、どれぐらいで事務所戻ってくるみたいなちょっと調査入れたんですけど、まあ、4時半から5時ぐらいに終わるっていうことで、もうそろそろかな。ちょっと行ってみようか。な。さて、スタッフ。はい。おい、スタッフ。左。お前絶対コメント欄荒れるでな、お前。覚えてるよ。次止めるパズハーうるさすごいどうしたんですか。こんにちは、お疲れ様です。おいお疲れ様です。はいお疲れ様です。どうしました。現場来たらあの社長だもん。ね、もう終わっちゃったんですけど。なんで終わってんだよ。お前4時半って言ってたよ。わかるよ、お前4時半には終わるかなって言って5時か、4時半から5時ぐらいに終わるかなって、はい、ちょうどぴったり終わっとるな。そうっすね。なんで来たか分かる。分かんないです。物騒の王って言ったからだ。練り替え道場一の物騒の王って言ったからだ。それ本当にちょっとへこんどる。あんまり言わない。嘘運転が荒い王って言ったからだ。まあ自分です。それはへこんのか。本当にどうしたんですか。本気ねえだろ。前の顔見に来たんだよ、イケメンの顔。なんで俺が来るか分かる。もう終わりにしかできないことがある。最近会議で問題になったこと。ああ掃除問題ですよね。うん、はい、やってんの。やってます。本当にやってますよ。本当か。チェックさせてもらっていいか。はい、なんか工場人みたいだけど。はい、じゃあチェックいってみましょう。すごい。じゃあちょっとお前から案内してくれよ。あ、これ何、水洗いもしたの。そうです、ジャッキコンがあったんで。うん、あ、やったの。ほうき使って水かけて。これもともと真っ黒だったんですけど。うん、本当だな、これちょっとわかるな。多分洗浄かけて、コケとか落としとるんで。うん、ジャッキ置いてあった場所が洗ってくれてないんだ。そうです、やっぱり。でそこもちゃんと洗ってよってこれから言ってかなきゃだな。ゴミは落ちてねえか。びっくりした、すごい気持ち悪いし。ゴミは落ちてねえか。一応、こういうのも、しっかり、多分ブロック綺麗に置いとるもんで、左右の色分けしてるもんで、こういう砂利とかの仕分けて。ああ、そういうことな。まあそうだよな。そうやってパシッとやってあったら、こういうのもそうだよな。ちょっとこうやってさっさと貼ってあるだけで、ああ、なんか掃除してみたいなってなるよね。足元お前くんだったの。あ、もう全部かけてあったっすね。あ、ほんと。はい。来た時よりも綺麗になっとるわけ。なっとると思います。で、今、ここジャッキ置いてあったんですけど、ここも洗って。うん、あ、ほんと。はい。水かいて。はい。セッサンに。そうです。で、まあ、ほうきで洗って、さっきと一緒の状態で。あ、すごいな。確かに綺麗に掃除しとるな。確かに。ところも払って。あ、本当に？嘘つけないよお前。払っても払ってます。アピールなよお前。ちょっとアピールすぎだぞ。そこまでやってる？最近本当に自分物損とかいろいろ。ちゃんと写真上げとるよな。そうです。うん。やっとんな。営業にしっかり。いいこと。まあさりげなくこれ外見も見てほしいけど、めちゃくちゃ綺麗だな。はい。もう綺麗だろ。はい。違う。節制だろ。本当も。綺麗。初めて見たよ。はい。お前その言い方ちょっと相手にその言い方ちょっとマークやるぞお前。でも綺麗じゃない。マジでせっせだろ。塗料は全然違う。二液の水を使うもんね。うちそれがやっぱいいんだ。今もう水性ばっか使うもんね。塗装が楽だもんね。めちゃくちゃ綺麗だ。トイとかもやばくね。塗ってあるんだろ。分からんだろ。綺麗だね。普通だって竹跡とかローラーとか作ってたもん。これ使うよ。技術なんだろ。うお、ほんとやん。マジでもうパーフェクトじゃない。ここら辺も砂利とかやっぱ飛び散るなんで。あ、この上。はい、全部払って。うん。ここも砂利とかめっちゃ。本当やん。うん。マジでパーフェクトだ。おお、でももう完璧だな。で、マスとかよく使うところは。うん。あ、これ何でしょう。養生テープ貼ったんじゃない。違うあれ。お蕎麦屋さんが養生のあれ貼りっぱなしなんじゃない。違う。貼りっぱだ。貼りっぱだな。ほら、これとその職人さんだな。はい。はい。
本当だな。でも掃除したっていうのが分かるわ、うん、見てな。これはお客さん喜ぶかな。あ、ここも全部掃除したの。掃き掃除したの。掃き掃除しました。うわ完璧じゃんお前。もう何の職人さんだな。でもコメント欄で、うん、今日いろいろ言われとるんで結構へこんでます。マジで嘘。やばい、その顔悲しそうな顔するんだって。お前精神的に弱いわマジで。何何何何気になる何何何を書かれとった。いやーなんか責任感みたいな。聞こえねえよお前声が。なんか早いだけじゃんみたいな。うん、書かれとんだ。相手にすんな、その書いてるやつ。何的なやつばっかで、ね、って思うんですけど、うん、やっぱ自分も責任持ってやらせてもらってるんで、うん、社員っていう形ですけど仕事をいただいてる側なんで、うんうん、かっこいいじゃん。まあ、元経営者だな。はい、で何コメント欄でへこんでんだ。結構へこんでます。お前ハートまた書かれるよこれ。ハートが弱えわお前とかって。ああまあしょうがないですよね。ハートに関してはもうしょうがないです。あ、ちょっといいとこ見せようとよってるお前。ハートに関してはしょうがないです。ちなみになんですけど、今日2件解体行ってて、1件目で、うん、と今日2件目で出た分、こんだけあります。そう。ちょっと見せろ見せろ。なかった。うわこれ塗装職人さんだな。うわこれ。ペットボトルも全部言うんだよ。これは大変だな、これ。現場の周りとか、周囲とか、もう掃除して、転がってる。あ、そんなか？いや、道路の。あ、道路の掃除もしてな。そうです。今日一日で、うん、これだけ掃除します。でも、塗装職人さんが、って、この間写真とかあげるんだろ？あげました、あげました。やっぱり、あの、養生の、な、トイレットペーパーの芯みたいなやつだろ？そうです。養生剤の。そうですね。なあ、あの鉄板足とかその他もろもろっすよね、うん、で、まあお隣さんの敷地とか、うん、道路に、うん、それこそ転がってる状態だと思って、うん、それじゃまずいなって、うん、これあげんとかんなって、うん、あ、ほんと、うん、まあ、いい人アピール気をしてるじゃん。いや、実際にあげとるんで確かに確かに。たった1回、この実習生の件もそうだな。そういう動画に上がっとると思うんですけど、改善職コーチとは実習生も本当に完璧っちょだな。そうですね。文句ない。こいつらと一緒にやっていきたいっていうことを言ってくれて、まあ今回はこの組み方付けもそう。俺1回しか言ってない。本当に。それすごくない？会社でさ、俺もさ、今まで働いてるけど、そんな1回社長がブーブー言ってさ、変わらんじゃん。また言ってるわ、社長みたいな感じで。みんな、ああ、よくしようって思いがすごい強いから、こうやって変わってくるんだよな。まあそうですね。うん。だよな。それに関してはあれですよね。やっぱおのおの思うとこがあって、うん、しっかりやってかんとって思って、うんうんうん、そうだよな。誰かが言ってるからやってるっていうよりは、そうですね、あそうかとかでやってることが自分たちのプラスなんだって、そうですね、楽しいなって思います。いや、いい動画になったな今日。はい、じゃあまあ夜も遅いし、まあ、今日夜これ一発させたら、そうです ね、またちょっと面白い動画作っていきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。その前に1個、あの告知ですけど、あの足場のイベントが2月の17日かな。多分概要欄に書いてあると思うんで、まだちょっと枠が空いてるらしいんで、あと6か10かなんかの枠が空いてるちょっと。それぜひ参加。あの、一人親方とか経営者の人に参加してほしいなっていう、あの情報考えみたいな。で、お互いにまあ知り合っていったら、また仕事もね、あるないも出せると思うんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。またね。